はい、どうも、コミです。さて、本日はこちらですね、無課金弱者連合、ネオさん。別クランで猫集まってらっしゃったんで、猫さんという名前のクランですけども、ネオさんとね、フレンド対戦の、結果からですね、ちょっと動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、こちらですね、私とあやパパさん、それぞれのチャンネルで、2回に分けてですね、生放送をやってますので、まだね、ご覧になってない方は、実際そちらで見てもらうと、ほんと生々しいね、アタックの様子が見られるので、ぜひね、見てもらえたらというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、この中からクイヒーディガホグ、これに関して、集中的にですね見ていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルでもですね、よく、タウンホール13ないしはまあ12まで応用が効けるような形で、クイヒーディガホグやってきているんですけども、今回ですね、無課金弱者連合さん側もそうなんですけども、関西クラクラクラブ側もこのクイヒーディガホグがかなりですねお互いにこう、打ち合いになって、タウンホール10から、まあ、今回13までのミックス戦なんですけども、いいね、アタックがいっぱい出てきましたんで、ちょっとこれをですね、お届けしていきたいというふうに思います。で、双方それぞれ3本ずつですね、動画を撮っていきたいというふうに思うんですけども、10から、12までが、このフレンド戦から。で、13に関してはですね、ちょっと残念ながらなぜか今回、一本も全開になるものがなくって、それはちょっとね、別の、対戦の中から、上げていって、合計7本、本日ですね、見てもらいたいというふうに思います。でですね、早速見ていきたいんですけども、タウンホール10から、順番に行きたいと思います。まずはこれですね。ピオサワさんが攻めてくださったこの、ね、タウンホール10へのアタック。で、こちらクイヒディガホグの編成になってます。で、ディガーが19体ですね。で、ホグライダーがこれ5体とちょっとまあ少なく見えるんですけども、実際には投下兵舎の中に、ホグライダーが8体かな、入っていますので、それを使ってですね、ディガホグの形を作っていくという格好になります。で、このプランニングに関してなんですけども、ポイントになってくるのはですね、やっぱり相手の防衛軍、これをどれだけ、クイヒーパートでしっかりと、無力化できるか、まあ、要するに釣り出して、処理しちゃうと、まあ、いうところですね。あとは、怖いのがマルチ、系の防衛施設なんで、ウィズ島だったり、マルチインフェルノ、あと、まあ、ボムタワーはもう言わずもがなですね。ここにこう2本ボムタワーがあるので、これを壊すことができれば、まあ、ディガホグの脅威となる施設を、丸ごとこう排除できるということで、今回ピオサワさんは、この、ね、戦術を、会長さんの村に対して選んだんだろうというふうに思います。狙いはおそらくこの辺ですね。ここかな、これか、うん、この4つを、クイヒで削っていきながら、まあ、こんな格好でですね、カットを決めていくんですね。カット決めていきます。でもって、こちらからはキングと投下兵舎が出てきますね。ヒューとですね、出てくるんできたね。はい、来ました。これですね。キングと投下兵舎。これを使って、カットをしていく。残ったここに、ディガーとホグライダーをガンと面で流していくと。まあ、そんなようなね、ざっくりちゃというと、プランニングになってます。で、やっぱりですね、この構造に関しては、タウンホール12も、13も、10も変わらないですね。アーチャークイーンのクイヒーパートで、半分をこうカットして、これクイーンですね。カットして、キングと、豪華兵舎を使ってカットしていくと。残ったところに、ディガホグ。うん、これはやっぱりもうどんなタウンホールでも、変わらない、もう鉄板のね、サンドイッチ構造になってきます。で、やっぱり援軍できたホグライダー、やっぱこれ強いですね。だいぶですね、防衛を投げ倒していってくれます。で、中央に、ディガンが集まって、ターゲットを集めているところを横目に見ながら、ホグライダーがぐるっと回り込んで、完璧に施設を壊していくという形ですね。で、やっぱりですね、タウンホール10において、投下兵舎プラスホグライダーっていうこのコンビがめちゃくちゃ強いんですね。分かってもらえるのが多分これ、ペッカとウィザードがめっちゃレベル高いの分かりますかね、これ。高いんですよ。マックスレベル のユニットがここ出てくるんですね。で、ということは、ホグライダーのレベルがもうすでにマックスなものが出てくるっていう、これだけでも、まあ、10同士の戦いでは攻撃側がまあ優位なのに、それにもかかわらず、ペッカと、ね、ウィザードまで投下兵舎から出てくるということで、このコンビが、まあ、めちゃくちゃ強いんですね。ペッカプラスホグライダー、あ、ペッカウィザードプラスホグライダーかな、このレベルマックス組が。でそれを最大限に生かすのがやっぱりこのディガホグとウィーヒー、これなんですね。この3つっていうのがパーフェクトなんですね。
時間かかった書くんじゃなかったですね、口で言えばよかった。この組み合わせがパーフェクトな組み合わせなんですね。なんで、それをね、存分に使える戦術として、クイヒーディガホグっていうのがね非常にまあ刺さるということでですね、もう一本タウンホール10の、クイヒーディガホグ見ていきたいというふうに思います。これですね、ハムさんが攻めているこのアタック、これに関しては、ディガホグではなくてディガーなんですね。ちょっと話が変わります。変わるんですけども、やっぱりですね、このクイヒーディガホグみたいな形で多少ホグをここにまあ混ぜてもいいとは思うんですよ。まあ、今回おそらく、攻めの中身的に、相手のヒーロー処理とかをしなきゃいけないような、必要に迫られたので、ディガー多めでいったんじゃないかなというふうに思います。でこれもねやっぱりですね、タウンホール13と同じパターンなんですね。何が同じかっていうと、突撃艦を使ってここを壊していくんですね。ガツンとこれぶつけていきますよね。そうするとクイヒーっていうのは当然ながら、出てきたクイーンがこっちにこう歩いていきますよね。で歩きながらここから横打ちされることがないわけですよ。マルチインフェを壊してるんで。なので、相手の、マルチインフェのタワーからヒーラーが焼かれちゃうとか、あとは、クイーンがね、近くにあったクロスボウからガンガン撃たれるとか、そういうことがないわけですね。で、おまけにサイドカットもできるんで、間違っても反対方面に進むというリスクが少ない。おまけに防衛援軍を、突撃艦でね、これ釣れちゃってるんですね。ここに。防衛軍の範囲があったので釣れちゃってるじゃないですか。こうすると、防衛軍ってやっぱね、ディガホグパートにとっては結構、天敵になりうるので、それを序盤に無効化できるという点で非常に後のホグライターパートが伸びるということですね。見てわかる通り、これもうルートが出来上がってますよね。キングでこっち側をカットしていきながら、クイーンで、この辺、まあ、突撃艦も使ってますけど、まあ、この辺までこんな感じかな、カットしていくという形ですね。そうすると残ったルートがここディガーが入っていくというようなルートがまあ見えますよね。でホグライダーを入れると、ホグライダーがおそらくこれ先行しちゃうんですね、ディガーよりも。そうした時にこのクイーンにホグライダーがガンガンやられちゃうので、それをおそらく嫌ってディガーだけにしたのかなと、まあ、いうふうに推測はします。まあ、あとそうですね、それ以外ではホグライダーを入れた方がまあ普通に考えたら、いいケースの方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。でこれもまあすごいよく見てるというか、エアスイーパーが、こうねヒーラーを打ってくれるので、マルチインフェルノにヒーラーが全部焼かれきらないんですね、ここね。で、こうなんていうの、エアスイーパーで押し返されて持ってるうちにクイーンがここに回り込んで、このマルチインフェルノを潰していくという、まあ、このね範囲ですよね。この範囲よく見てんなって気がします。わかりますかね、ここ、この範囲があるんですけど、これ書いても消えちゃうかな、消えちゃうか、この範囲ですよね。エアスイーパーのが若干、マルチインフェルノよりも範囲が遠いので、そこにねしっかりと、ヒーラーが入っていけばマルチインフェルノのダメージを無効化できると、無効化でもねえな、まあ、減らせるということですね。で、最終区画まで食い火が残るとまあいうプランをしてるんだと思います。まあ、このですね、エアスイーパーを使った食い火の延命っていうのは、まあ、そうそうお目にかかれるテクニックでは多分ないですね。非常に考えられていて、上級者向けのテクニックだと思うんですけども、これ必ずしも、使えなければ食い火ディガホグできないよっていうレベルのもんでは決してないので、1本目のですねピオサワさんのような形でうまいこと食い火とキング東海兵舎で挟み込んだディガホグをドッとね、中央に通していくというパターンが、まあ、基本になるのかなというふうには思います。はい、というところでですね、次はですねタウンホール11ですね。11に関しては残念ながらね1本しかなかったんですよね。ちょっとその1本だけなんですが、綾パパさんのこのアタック見ていきたいというふうに思います。綾パパさん、クイヒディガホグですね。で、親パパさんのクイヒディガホグもですね、編成的には、まあ、ホグライダーよりもディガーの方が多いですね。16対7ということで、まあ、ディガー多めの編成を組んでいってます。で、形的にはなんですけども、さっきのピオサワさんとまあ非常に似てるような、なんていうんですか、組み合わせで使っていきます。すごいざっくり言いますとね、クイヒーでこの辺削っていくんですね、これクイーンで。で、キングと投下兵舎を使って、こっち半分を削っていく。で、この残ったルートっていうのにディガーとホグライダーを入れていく。まあそんな感じのね、プランニングになっていきます。なんで、まあ、ムカキンさん側は本当このプランニングを徹底してるなっていう気がしましたね。よくチームで、なんていうんですか、使える、基本形っていうのを共有できてるなっていう印象でしたね。うまいチームってそういう、みんな仲間同士の攻め方っていうのをよく見てね、真似し合うっていうところができてますよね。
で、アーチャークイーン、本当はですね、ここに入れるだけはなくて、この壁空いてる隙間から、イーグル狙っていきたかったんですけども、ちょっとね、サイドカット不十分で逸れちゃって、そのリカバリでジャンプ打ってますね。ちょっとま、このジャンプのリカバリーも非常にうまいというかね、これ、このシャーロックさん用に組んだ変質ではないって言ってたんですけど、それでもこんだけね、やれてしまうっていうんだから、前パパさんすごいな、というところですね。さすが、YouTuber やパパさんですね。で、中に入っていった、ディガーとホグライダー、中央部でこう固まってますよね。で、この固まったディガーとホグライダーっていうのが、しっかりと、ヒールとかフォームのね、輪の中に入り続けることによって、全体のユニットたちに効率的に、サポートを与えていく形になります。まあ、要するに、その、バラバラにしちゃうとですね、ヒールの呪文とか使っても全部中に入っていかないんで、持たないんですよね。同時に2つとかかける必要が出てきちゃうじゃないですか。でもこういう風にある程度束になっていれば、1個の、ね、ヒールで、まとめてユニットを全部回復できるっていう、まあ、利点があるので、ディガ保護をする場合には今ね、繰り返して、まあ、くどいんですけども、アーチャークイーンがここまで来てますよね。ここまで、うん、こんな風に、すいません間違えました、ここですね、いいよっと、こんな風にクイーンで上を削って、イメージですよ、イメージね、イメージ、キングと10日兵舎で、下を削っていって、ディガーとホグライダーを中央に通していく、まあ、こういうね、サンドイッチ構造っていうのを作っていくっていうのがやっぱり、基本になるというふうに思います。まあ、序盤の食い火だいぶね、ちょっとやられてしまって、ミスにつながってこれは守ったかなと思ったんですけども、中盤から終盤にかけてのホグライダーの誘導が非常にうまかったですね。それによって、あっさりでもないんですけども、ギリギリではあるんですが、こういうふうにね、前回まで持っていけるという形になります。まあ、このシャーロックさんの配置もそんなにやばくは全然ないと思うんですけどね。やっぱりディガホグっていう、編成と、この10日兵舎の相性の良さ、あとはまあ、それを使い慣れているアイパパさんのイレギュラーへの対応力ですね。まあ、この辺が光っているのかなと思います。この、ディガホグ編成って、急に使って使えるもんではやっぱりないんですね。ある程度使い込んでおくと、このタイミングでレイジ、このタイミングでフリーズ、このタイミングでヒール、まあ、いろんなそういう判断っていうのが、すごい研ぎ澄まされていくのが私自身で使ってわかるので、ぜひぜひですね、一発でうまくいかないから諦めるんじゃなくて、何回か使ってみることをお勧めします。まあ、そうですね、ざっくり1ヶ月間ぐらい使ってみたらね、わかることも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、もう一本無課金さん側のアタック見ていきたいというふうに思います。これ K さんを攻めた、ちびしげさんのアタック見ていきましょう。ここからターンホール12になります。12、これから3本連発いきますね。で、まずこのアタックなんですけども、ちょっとですね、10日兵舎を使ってないというところでオーソドックスな、パターンからは外れるんですけども、まずこれですね、使えるなら10日兵舎の方がいいと思うんですよ。クイヒーパートで相手の防衛軍と、あともう一個ですね、ターンホール12からはこのギガインフェルノないしはギガテスラ、これっていうのが、まあ、ものすごい高ダメージ施設になってくるんですね。なんで、防衛軍とこのギガテスラを、またはギガインフェルノ、これを壊せるかどうか、クイヒーパートで壊せるんであれば10日兵舎を使った方がいいです。壊せないんであれば、まあ、突撃艦を使うっていう手は往々にしてありですね。まあ、使わなくてもいけると思うんですよ。なんですけども、使うという手はありだと思います。で、今回のしびしげさんは、クイヒーパートで防衛軍は処理できるけども、ギガテスラが処理できないんで、ここに突撃艦を当てていくというプランを組んでますね。で、まあ、このね、序盤の入りがめちゃくちゃ、ま、うまいというか、ここにクイヒーをこうね、流し込んでいくことによって、まあ、イーグル砲までこう、見るわけですよね。で、突撃艦を、こっちに当てていく。となるとどうなるかっていうと、こんな風な格好でカットができるの分かりますかね、イメージ。突撃艦、ウィーンですよね。カットができる。そうすると残ったここに、ディガホグがまっすぐこう進んでいける道ができるということなんですね。で、まあ、ここを10日兵舎でやってもいいんですが、10日兵舎でやっちゃうと必ずこの、ギガテスラのところに、ユニットが行くかどうか分かんないので、まあ、それをね、確実に壊すために、突撃艦を持っていってるということですね。レイジオ、なんかこれ芝レイジオ隊に1個なっちゃってますね、完全に。まあ、でもそれでもですね、取り切れちゃうっていうのがやっぱりこのしびしげさんのプランニングのうまさですね。ディガーとホグライダー見てもらってわかるように、中心部でこんだけ固まって動いているので、グランドボディのエナジーサークル、あとは、ヒールの呪文の枠の中にきっちり入りますね。こうなってくるともうトームも、しっかりとかかっていて、ここから止まる要素が全くないということになります。
まあ、なのでですね、タウンホール12からは特になんですけど、まあ、10から11もそうかもしれないですね、特に突撃艦を使ったクイヒディガホグっていうのが増えてくる傾向にあるのかなというふうに思います。あの突撃艦を使う理由って今のまあちびしげさのアタックがまさにそうなんですが、カットにもなるんですよね。このカットここですね、ここガツンと入った突撃艦が、これクイヒの、ルートを作るカットにもなる。これは、2本目で見てもらったアタックですね、ハムさんが攻めたアタックタウンホール10でしたけども、そのカット効果を使いながらクイヒを、うまいこと歩かしていきましょうねっていうパターンもあるし、今のちびしげさみたいにホグライダーとかディガーのルートを作るっていう、カット効果もあります。なので、この突撃艦の中にイエティを入れるっていうこのパターンですね、これっていうのは、今の2つの、使い方をしながら、うまくね投下兵舎を使ったプランが組めない場合にはぜひぜひやっていくとうまく、決まるかなと思います。で、今ですねイエティだけだとやっぱタウンホール壊れないんで、これ、スニークゴブリン、スニークゴブリンじゃない、これ普通のゴブリンかな、もしかしてこれですね、普通のゴブリンが入ってますね。あのスニークゴブリンを入れるパターンっていうのが最近増えてきています。まあ、4体から5体、まあ、タウンホール13だったら5体かな、入れると確実にタウンホールを壊してくれますんでね、そういうパターンが、最近増えてきてるんですが、今回ちびしげさんは、イエティプラスレイジという形を取ったみたいですね。はい、というところでね、次のアタックもいってみましょう。タウンホール12のアタックになるんですが、もう一本かな、もう、違うな、ごめんなさい。ですね、次は関西クラクラクラブ側のアタックですね、見ていきたいと思うんですけども、こちらですかね、これ、Kさんが取り返したアタック見てもらいます。で、これに関してもですね、クイヒーの投下兵舎型のディガホグという形になるんですけども、まあ、これはですね、ちょっとまあ、順番前後しちゃったかな、本当はこの後の方が良かったかもしれないですけど、ちょっとミスっても挽回できちゃうってやつなんですね。で、これクイヒーですね、このタウンホールとか、アーチャークイーンと相対するところら辺でやられちゃうんですね。で、本来であれば、これ全然、序盤にやられすぎてクイヒー、仕事してないじゃないかというふうになりかねない話なんですけども、そこを押し切れてしまうクイヒディガホグの強さというのをね、見ていってもらえたらと思います。先ほども言いましたけども、タウンホールと、あと相手の防衛軍、これをしっかりと処理できるかどうかっていうのが、クイヒパートで、処理できるかどうかっていうのが、このクイヒディガホグ成功の大きな秘訣になりますので、そこをですね、きっちりと、やっぱりやってる K さんのアタック、仮にクイヒが事故ってしまっても、その後伸びがね、期待できてしまうというところで、参考になる点多いので見てほしいんですが、これですね、残念ながらアイジャークイーンのダメージ受けてオードクロック発動した瞬間に、タウンホールの爆破ダメージによってアイジャークイーン怒っちゃいましたね。これ惜しかったですね。まあ、もう少しクローク早く打って、相手のアイジャークイーンのダメージをね無効化しておけばなんとか持ったかなっていうところだったんですけども、ただし、これですね、序盤のアイジャークイーンクイヒーパートによってここがカットされてますよね。ここカットされてるので、あとカットか、投下兵舎が、この四字面から出てきて、さらにキングもここから出てくることによって、この壁の外側を全部こうカットしてくれるんですね。そうすると何が起こるかっていうと、ディガーとホグライダーがやっぱりこの中央部にこう入ってイーグルホー付近にこう出ていくわけですね。で、おまけに残った、投下兵舎から来るホグライダーもそこにこう追加されて、中央部で、まあ、一塊になると。そうすると、ここ、エナジーサークルから、ヒールの呪文に、これだけのディガーホグライダーが一斉に集まって入ってくるんですね。このアドバンテージたるや、まあ、すごいものがありますよね。で、その効果があって、なんとか防衛施設を最後までこうね、全部壊しきることができると、まあ、いう話になるわけですね。いや、これはね、やっぱり、本来であれば、たったね、1分間ぐらいのアチャクイ、まあ、クイヒーパートの仕事で、ヒーラー含めて全部ね、お釈迦になってしまったという、これはもう完全に失敗につながるケースだと思うんですけども、そうならないっていうのがやっぱりね、すごく、このクイヒディガホグのいいところかなというふうに思いますね。やっぱり、序盤の、さっき言ったタウンホール破壊と、防衛軍破壊、この仕事ができていさえすれば、そこから先ね、ググッとディガホグパートが伸びるということになりますんでね。ちなみに、さっきアーチャークイーンやられちゃいましたけども、あれ、ちょっと分かんなかった方のために補足すると、アーチャークイーンのクロークってですね、無敵になるわけではないんですね。
グランドオーディのトームとドーの大きな違いは無敵になるんではなくて一瞬ターゲットを外すだけなんですよ。なんでクロークでターゲットを外している最中に爆破ダメージ食らっちゃうとか、イーグルホの着弾食らっちゃうとか、そういうことが起こるとですね、普通にアーチャークイーンダメージ受けて、それが体力よりも多かった場合やられちゃいますので、決してこう無敵になるという意味で過信をするんではなくて、やっぱね、アーチャークイーンのクロークに関してはオートを頼らず自分で特に使った方がいいポイントなのかなと、まあいう気もちょっといたしますね。さてですね、ではもう一本見ていきたいというふうに思うんですけども、これですね、戻ります。この飛騨牛さんのアタック見ていきましょう。これもクイヒディガホフですね。ホグライダーちょっと少なめの、クイヒディガホフにしてますけども、持ってる兵器が10日兵舎になってますんでね、これまたオーソドックスな、クイヒディガホフのパターン、ご覧いただけるかというふうに思います。やっぱり狙っていくのはここですね。相手の防衛軍とタウンホール、これを、きっちりと序盤に落としていきたいので、そこに向けてアーチャークイーンを発進させていくという形になりますね。で、このまあカットに非常に難しいんですが、まあさすがですね、きっちりとウォールブレイカーで壁を開けていく、レイジウォールブレイカーで1層、2層目までは開けていかれない。ただまあ、ここに入っていければですね、防衛軍プラスギガインフェルノに関してはしっかり処理できますので、レイジプラスポイズンの呪文を使って、この2つを処理していきますね。さっきのケイさんのアタック見てもらっても分かる通り、ここがやっぱ処理できていると、その後クイヒディガホグって、まあ、何かしらねクイヒに万が一したことがあっても、そのまま、前回まで持ってけちゃうっていうねメリットがあるので、それを狙ってますね。本当は多分このインフェルノタワーまで壁上げて、クイヒで殴らしたかったんでしょうね。ちょっとまあそこに関しては、期待よりもいかなかったっていうところなんでしょうけど、これやっぱりキングと、ちょっと見えにくいですね。上方面、これクイーンで、処理をしていって、こっちですね、ここ、ガッツンとこんな感じで。で、キングと、あと10日兵舎を使って、この外周部を処理する。残った中心部に関しては、ディガホグで処理すると、まあ、いう形ですね。まあ、こういう形でしっかりとまたこのサンドイッチ構造を作ってますね。まあ、見てもらって分かる通り、突撃艦ではない、10日兵舎を使った、攻め方っていうのが何してこのクイヒディガホグを一番、強くするパターンだと思います。で、それをするためにはやっぱり相手のタウンホールと防衛軍が処理できるかどうか、これが非常に重要っていうところで、それをうまくできないような、配置になっている場合っていうのは、まあ別の戦術を使っても当然いいってありますよね。イエティを使うとか、という手もあるんですけども、それを使わずに、クイヒディガホグで行くということであれば、突撃艦を使ってですね、中にイエティとか、入れながら、タウンホール破壊を狙っていく、ないしは相手の、マルチインフェルノとか、まあ、タウンホール銃とか投石機とか、そういう急所となる、ね、施設を壊しながらルート作りに使っていく、まあ、そんな風なね、この2択でやるのがいいのかなと思います。で、ディガーとホグライダーの、割合に関しては今回いろいろなパターン見てもらいましたけども、これはね、タウンホール10だとやっぱりまあ印象的にディガー多めのパターンが多かったかなっていう風に思います。で、10日兵舎から出てくるホグライダーをディガーホグのホグとしてまあ主力化するというパターンですね。で、タウンホール12ぐらいになってくるとホグライダーの数が増えてきます。まあ10体ぐらいかな。それぐらいは最低でもホグライダー入れてる印象ですね。1対2ぐらい。まあ今回の飛騨牛さんも、20対9ということで、まあ2対1ぐらいの割合になってますよね。で、当然ながら10日兵舎からホグが来るので、まあ、ホグは少し少なめにしておくという形にしてます。まあ、この辺の割合っていうのは、今言ったような攻め方を参考にしてもらいながらですね、自分の一番ベストな、割合を見つけてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、極端にね、ディガーを減らすっていうケースは正直あんまないですね。ディガー多めかないしは、ディガーホグライダー同じぐらいの数か、まあ、この2択でやってみてもらうのがいいのかなと、まあ、個人的には思います。はい、というところでですね、今回の合同戦ではないな、イベント戦からのアタックっていうのはこれで以上なんですけども、タウンホール13のアタックもちょっと1個だけね、見ていきたいというふうに思います。まあ最近のうちの、このですね、野良戦からちょっと1本、ゴム星人さんですね、かなりですね、ディガホグよく使われる方で、まあ配置がちょっと奇抜なんでね、どこまで、参考になるかっていうのはあるんですけども、こんな風に使うっていう、まあ、形で見てもらえたらと思います。やっぱディガーが18でホグが9、2対1ディガー王ですね。ゴムさんはね、ホグライダーよりもディガーを結構増やすタイプです。私はね、ほぼ、イコールで持っていくタイプですね。ちなみに言うと狙っていくのは、きっちりとこれ、まず相手の防衛軍をしっかりと、
アチャクイパートでこう潰していくというところですね。これがねやっぱしやすいかどうかっていうのはクイヒディガホグを使えるかどうかの大きな分かれ目になってくるかなと個人的には思います。あの援軍を無視したクイヒディガホグっていうのはもう絶対ありえないので、突撃艦でどっか壊しながら援軍つってクイヒで処理、ないしは今みたいにクイヒを、もう、クランチョに向かわせていって処理する、どっちかの方法で援軍がディガホグ出す前に処理できないんであれば、もうこれ絶対ねクイヒディガホグやらない方がいいと思います。あのタウンホールよりもむしろ援軍の方を重要視するぐらいで考えた方がいいですね。まあ、あのなんでかっていうと、ネクロマンサーとかね、あとアーシャの大軍とか、あとドラゴンとか出てきちゃうと、前者は足止めで、ドラゴンに関してはもうディガホグがもう無防備なままやられまくっちゃうので、もうそこでもうプラン崩壊で お釈迦になってしまうという点がありますんでね、必ず、防衛軍の処理だけは意識してやってもらえたらというふうに思います。投石機を壊しながらこうルートを作っていきますね。これは L 字のルートを作っていく形になるのかなと思うんですけども、おそらくタウンホールに対しては突撃艦をぶつけていって、これを壊していく形になるんじゃないかなというふうに思います。ディガートホグライダー今2時3時面からこうスタートしてますね。クイーンでやっぱり同じように、こちら側こうカットしておきながら、キングで、外周この3時、6時面カット、ディガーとホグライダーに関してはその中間から出すこのサンドイッチコードをやっぱり作ってますね。で中央には、イエティを、これは多分スニークゴブリンがいたのかな、を入れていって、レイジをかけて破壊していくという形にしますね。でやっぱり、まあ、このサンドイッチコードが出来上がってくるとディガーとホグライダーがなかなかですね、ばらけずに進んでくれますので、かなり美味しいですね。でロイヤルチャンピオンに関しても、まあ、この形で攻めるんであれば、ディガーホグの真後ろからこうね出していって、ホグライダーたちを縦にしながら、こう施設を壊していくっていうパターンも全然ありです。まあ、または、どこかね特別な位置区画を、捨てる形で、ロイヤルチャンピオンを出して壊していくっていうパターンもあるんですけども、なるべくならね僕このね後ろから出すパターンをおすすめですね。まあ、なんでかというと今ね相手のロイヤルチャンピオンをこう壊し、倒してくれたじゃないですか。こんな風にあのスケルトントラップとか相手のヒーローとかあのホグライダーが無視しちゃう、ディガードと時間がかかる、まあ、こういうユニットもロイヤルチャンピオンが、倒しながら進んでくれるんで、非常にね、まあ、それが、全体の進行を遅らせずに、まあ、スムーズ化する大きなメリットになると思います。なのでまあ、特別な理由がないんであればディガホグの後ろから、ロイヤルチャンピオン、出してあげるというのがですね、まあ、基本的な使い方になるのかなというふうに思います。まあ、それ以外はやっぱり、サンドイッチコードですね、クイヒープラスのキング投下弊社でディガホグをこう挟み込むようなこの形を維持するということになります。はい、というところでですね、本日全部で7本、動画見てもらいました。すべてクイヒーディガホグないしは1本ディガーというパターンになりますけども、基本はもう一回言いますが、例えば今回のケースで、例を出すとサンドイッチコードです。これ絶対に覚えておいてもらった方がいいと思います。クイーンでこっちを削る、でキングと投下弊社、これがどこだ、あ今回突破艦使ってるのか、まあ、キングと投下弊社で本来だったらこういう風に、ね、外周を削っていく、こんな感じですね、削っていく、で、その間にこうディガードホグライダーを通していく、まあ、こういうね、3層構造で 1,2,3 というね、構造で出していくのがとにかく効率的なパターンです。まずこれが基本で、これをやっていく過程でですね、相手の防衛援軍がやっぱ処理できない、っていう場合においては、突撃艦を使って中にイエティなんかを入れていきながら、そのイエティたちである一定の区画を破壊して、クイヒなり、ディガホグのルート作りのサポートとしつつ、防衛援軍つってそれをクイヒで処理していくと、まあ、いうね、パターン。この大きくね、二つを覚えておけば、おそらく外れはないのかな、というふうに思いますので、ぜひぜひですね、皆さんまだ使ったことない方は、試してみてもらいたいのと、タウンホール11や10の方においても非常にね、使いやすい戦術なので、まあ、この機会に、試してみて、まあ、チャレンジね、してみてもらえたら、まあ、とても嬉しいな、というところでございます。はい、ではですね、本日の動画ここで終わりにしたいと思います。長くなりましたがお付き合いありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。タウンホール13メインですが12も募集しておりますので、皆様のお越しをお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。